で、関さん、これなんですけども、再生できるメディアはどんなもので音を出せばいいでしょうか。再生できるメディアはですね、はい、まず、USB、はい、USB が刺さります、はい、で、USB なんですけれども、はい、結構な数ついてまして、はい、まずこの後ろにですね、はいはい、2つ、はい、USB の端子が、はいはい、ついてまして、はい、で、正面にも下の方にですね、はい、USB のコードがついてます、はい、で、これで3つ同時にさせますよっていう形になりまして、はい、でさらにですね、はい、USB だとやはりですね、何か衝撃とかで、うんうん、接触が悪くなって抜けちゃったりすることもあるので、はい、SD カードも刺さるようになってます、はい、SD カードはフロントに1枚刺さる形になってます、はい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 、はい、今ですね、紹介していただきましたようにですね、USB メモリーとかですね、SD カードを使って、まあ、音楽の再生もちろんハードディスクとかも入れたりとか、そうですね、一応テストでは、はい、ストレステストで1テラまでは、はいはいはい、本社でテスト済みなので、はい、1テラまでは安心して使っていただけるので、はい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 、なるほど、まあそういうね、大容量の音楽もですね、ハードディスクにつなげれば再生できるというふうな形になっております。はい、